こんにちは、トーコママです。今年のお正月は私の実家に帰ってきました。兵庫県の山あいにある古い民家です。私の実家は築200年、江戸時代の終わりの頃に建てられたそうです。普段過ごしている母屋は生活がしやすいように改築をしていますが、この離れの家は明治時代に建てられたままにしてあります。子供たちはこの古い家が大好き。井戸や手押しポンプも残っています。かつては井戸から風呂場まで水を運びお風呂に入っていたそうです。建てられたままにしてあるのでガラスの窓はありません。木の扉を今も使っています。なので冬はとても寒いです。1階は障子で区切られた畳の間が5部屋、2階には畳の間が2部屋あります。かつての日本は縁側のある家が一般的でしたが、今ではほとんど見られなくなってきました。ここには日本の原風景が残っています。この古い家を大切に残していきたいものです。12月31日大晦日、おせち料理の準備に取り掛かります。先祖代々伝わる我が家のおせち料理を母と一緒に作ります。元旦に年神様をお迎えし、一年の豊作と家族の安全を祈願するためにおせち料理を食べます。おにしめに使うだしを取ります。昆布と煮干し、そして鰹節を使います。昆布には切り込みを入れて出汁がよく出るようにします。これ出汁昆布のあれだ。煮干しの頭を取ってから水に浸します。おにしめはまとめて煮るのではなく一つずつ煮るのでたっぷりの出汁を取ります。何匹ぐらい？どう？1日もいらん。10分か15分か少しな、置いといてから、やった方がいい。椎茸を水につけて戻します。干し椎茸を水につけて戻します。おせち料理には欠かせない数の子。数の子はニシンの卵。
ニシンはとても多くの卵を持つことから、たくさんの子に恵まれますように、我が家が代々栄えますようにという願いが込められています。水につけて塩抜きをします。おせち料理は地方によって、家庭によっても様々です。我が家のおせち料理は母から子に、先祖代々受け継がれてきたものです。祖母が亡くなってからは、母が毎年作り続けています。今はおせち料理を買うことが主流になってきていますが、我が家の味を母が守り続けてくれています。たたきごぼうを作ります。ごぼうは地下に長く根を張る野菜なので縁起がいい食材です。長寿や家業安定の願いが込められています。ごぼうを叩いて開くという作り方から、運を開く、開運の意味が込められています。水に浸してアクを抜きます。続いては金時人参。いつも料理に使うオレンジ色の西洋人参ではなく、お正月には金時人参を使います。金時人参は主に関西地方でよく使われるそうです。お煮しめに彩りを添えてくれます。人参のようにんの音を含む食材は運がつくので縁起がいい食べ物です。こんにゃくと人参と椎茸は芋と、うん、白いものからみたいな、うん、じゃあお皿に取ってくよ。続いてはレンコン。レンコンにはたくさんの穴が開いています。先が見通せるため、将来の見通しが良くなるようにという願いが込められています。タケノコは成長が非常に早く、天に向かってまっすぐぐんぐん伸びます。子供の成長や出世の願いが込められています。里芋の皮を剥きます。里芋は親芋に子芋がたくさんつきます。子宝に恵まれますようにという願いが込められています。里芋は上下を切り落とした後、縦に皮を剥きます。だしの鍋を火にかけます。こんにゃくは真ん中に包丁で切り込みを入れます。くるっとひっくり返します。真ん中がねじれた手綱こんにゃくを作ります。その結び目と縁結びをかけて、良縁や夫婦円満の願いが込められています。お野菜の下処理が終わりました。昆布を取り出します。
その後たっぷりのカツオを入れます。煮しめのお豆腐を作ります。お豆腐は地元で作られたものを使っています。煮しめた豆腐に焼き目をつけ縦に見立てます。家が守られるようにという願いがあります。出汁を引き上げます。網目の細かい網でさらにこします。昆布、煮干し、かつお節で取った出汁を使ってお煮しめを作ります。最初はお豆腐、色の薄いものから煮ていきます。みりん、酒、薄口醤油、砂糖を入れます。薄口醤油は食材に色をつけたくないときに使います。豆腐は濃いめの味付けにします。私も味見をして母の味を覚えます。3分ほど煮ます。続いては里芋、出汁を入れます。砂糖、みりん、酒、薄口醤油を入れます。里芋が柔らかくなるまで煮ます。お豆腐を容器に移します。冷めるうちにゆっくりと豆腐に味が染みていきます。レンコンは調味料は入れないで出汁で煮ます。柔らかくなったら保存容器に移します。酢、砂糖、出汁汁を入れてレンコンの酢漬けを作ります。続いてはタケノコ、だし汁を入れます。みりん、酒、砂糖、薄口醤油を加えます。味付けはどの具材もほとんど一緒ですが、まとめて煮ず一つずつ丁寧に煮ていきます。たたきごぼうを作ります。ごぼうの前にあったごまするのがあるけど、それは同時進行でいくな。たたきごぼうに使う白ごまはすりこぎを使ってごまをすります。すりたてのごまの風味は最高です。みりん、酒、砂糖、薄口醤油を加えてごぼうが柔らかくなるまで煮ます。次は金時人参、みりん、酒、砂糖、薄口醤油、濃い口醤油、ここに金時人参を加えます。すりごまに柔らかく煮たごぼうを加えます。
最後に酢を少し加えます。たたきごぼうの完成です。もうちょっと煮るわ。次はこんにゃく、だしを加えます。干し椎茸から取った戻し汁も加えます。みりん、酒、砂糖、濃い口醤油を入れます。金徳人参が柔らかく煮えたので保存容器に移します。こんにゃくも煮えました。椎茸は戻し汁とこれまでの煮しめの余り汁を加えます。味を見て調整します。椎茸は甘辛く煮ます。なんて美味しい、甘くて美味しい。そう、椎茸は甘辛く、椎茸は甘辛く。続いては田作り。フライパンで炒る代わりに電子レンジでカリッとするまで加熱します。昔は田畑の高級肥料として使われていたイワシ、その年の豊作を願って食べる縁起の良い一品です。お皿に砂糖、みりん、醤油を加えます。鍋で煮詰める代わりに電子レンジで甘辛いタレを作ります。ここにたつくりを加えます。白ごまを加えて混ぜ合わせれば、たつくりの完成です。椎茸も煮えました。おにしめが8種類と田作りが完成しました。これ食べるのはね、明日だからね。おせち料理は正月を迎えるまでに準備をします。お母さんたちが正月三が日をゆっくり休めるように保存食として始まったと言われています。玄関に飾る松飾りを作ります。お正月は年神様をお迎えします。昔から神聖な松の枝を家の入り口に飾り、年神様に滞在していただく用意ができていることを伝えてきました。半紙で松の枝、竹、南天の実を包みます。金銀の水引きで結びます。
玄関の中央には締め飾り、左右には松飾りを飾ります。神棚に備える榊を準備します。松と竹をお供えします。水ではなくおみき、お酒を入れます。鏡餅の準備をします。新年は家に年神様をお迎えし、おもてなしをします。お迎えした年神様の居場所が鏡餅です。半紙の上に裏白というシダの葉っぱを乗せます。その上に大小2つの餅を重ねます。こうやってで、こっちが抜かどうかな。そう、できません。昆布の上に干し柿と大々を飾ります。栗とタツクリ、最後に干しイカも飾ります。床の間に一番大きい鏡餅を飾ります。これは今は亡きおばあちゃんが私が生まれた時に買ってくれた羽子板です。赤ちゃんが生まれて初めての正月には女の子は羽子板を飾ります。男の子は浜屋を飾ります。次に仏壇と神棚にお供えする鏡餅を準備します。シダの葉っぱの上にお餅を乗せ、その上に橙を乗せます。栗なんか、栗とタツクリとみかんを乗せて、神様と仏様に。神様より寒いかもしれない。正月を迎えたら、神仙と呼ばれる神様のご飯を用意します。正月を迎える前に食器の準備をしておきます。神棚の鏡餅と一緒に備える榊の準備をします。水の代わりにおみき、お酒を入れます。仏壇にお供えするお花の準備をします。菊のお花の強い香りは邪気を払うと言われています。
1月1日元旦、新しい年を迎えました。おせち料理はめでたさを重ねるという意味で重箱に入れることが多いです。我が家のおせち料理は重箱には入れずにお盆に乗せます。1年に1度お正月だけに使う漆塗りのお盆です。新年を迎えたら一番に神様と仏様に神饌と呼ばれる神様のご飯を用意します。おせち料理を食べるより先に神様と仏様にお供えをします。お餅、大根、金時人参、絹さやをお供えします。お餅はお供え用に薄く切ります。お供えの仕方も親から子に先祖代々受け継がれています。お供えするお茶は新しいお茶っ葉で入れます。人が飲むより先にお供えをします。お雑煮に使うだしは昆布とカツオで取ります。お雑煮の具材は紅白で縁起の良い大根と人参です。我が家のお雑煮は味噌のお汁に丸餅を入れます。お雑煮は地方によって家庭によって様々です。関東や東北では切り餅、関西では丸餅を使うことが多いと言われています。タイの塩焼きは近くの魚屋にお願いして焼いてもらいました。タイはめでたいにかけてお祝いの席では欠かせない縁起物です。塩抜きした数の子は卵の周りについている膜を取ります。前日に作ったおにしめをお皿に盛ります。今年は全部で9種類。かまぼこや栗きんとん、黒豆、エビをここに加えることもあります。
お盆にはおにしめ、数の子、お酒を入れるおちょこ、お雑煮を乗せます。ことぶきの文字が入った祝い箸を使います。お雑煮をよそいます。醤油餅、え、醤油餅、醤油じゃない、今日はほらお味噌、だいぶあれや、柔らかくなってるわ、はよ入れな、お餅は昔からお祝い事や晴れの日に食べる食材でした。そのため新年を迎える特別な日にはお餅を食べます。Good luck.